今回紹介するのはこちら、アラジオ青い海。海よ俺の海、タカチャンネルの動画ショー。はい、今回紹介するのはこちら、 The Beast from 20,000 Cosmos です。日本語で訳すと、原始怪獣現るという作品です。こちらはね、もう言わずと知れた傑作ですよね。ちょっとずつ動いてる写真を撮って、それをつなぎ合わせてコマ撮り撮影してる、手法なんですけど、そういう手法でやってる YouTuber の方もね、僕のチャンネル見てくださってる方でいらっしゃるんですけど、以前コラボさせていただいたフライパンさんもストップモーションやってますよね。このね、作品、どういうものか。レイ・ハリーハウゼンさんが特撮を担当した最初の映画ですね。原始怪獣現る。映画史上初めて核実験の影響を受けて誕生した怪獣が登場する映画として有名ですよね。ゴジラやね、ガメラのね、原点となった作品ですよね。ここに書いてあることを読みますとですね、はい、歴史的な水爆実験を成功させたアメリカ。しかし、その衝撃で北極に眠る1億年前のリドサウルスを蘇らせてしまう。原始怪獣となったリドサウルスは、ついにニューヨークに上陸。都市機能を次々と破壊していくが、全身を放射能に汚染された怪獣をむやみに攻撃することはできない。原始怪獣によって崩壊していくニューヨーク。この都市を救う手段は一体どこにあるのか。日本映画ゴジラやガメラの原点となったキングコングと並び称される古典的 SFX 映画の傑作でございます。そう、この作品1953年に制作されて、多分ね、1953年に公開されてると思うんですよ。はい。で、ゴジラが生まれる1年前にね、公開された映画ですね。都市機能を麻痺させてしまうぐらいのね、巨大生物、リドサウルスですね。恐竜ですね。恐竜がね、核実験により巨大化してしまうんですよね。それでね、人を襲うシーンがあったりするんですが、それがね、すごいね、特撮部分と実写部分がすごくね、リンクしてたりするんですが、ちょっと、これはちょっとリンクしてないんじゃないかなと思うところもあるんですが、そこも見て楽しんでほしいなと思いますね。はい。ぜひこの作品見ていただきたいなと思います。でね、メイキング映像もね、結構ね、充実してまして、メイキングオブ原始怪獣、約6分。ハリーハウゼンとブラッドベリー、約17分。で、隠しボタン、海竜の骨組み、約1分。オリジナル劇場予告編がついてます。もちろんモノクロの作品なんですが、ほんとね、このメイキングにもね、収められてるんですが、このレイ・ハリーハウゼンがね、語ってるんですけど、当時ね、予算がね、すごい少なくて、約20万円にも満たなかったと言ってるんですが、ウィキペディアで調べたら、21万ドルでしたね。これの制作費がね、21万ドルしかなくて、はい。つまり、今だったらね、衣装の一着も買えないぐらいのね、金額だそうです。そんな予算の低い中で作られた映画だったんで、もう、ストップモーションというね、このね、手法を使ってね、人形と、この街の合成、すごくね、面白くね、撮られてますね。はい。面白いです。なんかね、怪獣好きにはほんとたまらない。ほんとね、そんな映画ですね。特撮ファン、怪獣ファン、ぜひ見てください。まだ見てない方はぜひ見てください。この怪獣を攻撃したら血が出てきたんで、その血からね、血で感染してしまったんですよ、人間が。で、感染してしまって、その病原体のせいで感染してしまって、それでどんどん人が倒れていったんですよ、兵士がね。どうやって攻撃したらいいかわかんなくなっちゃって、主演のね、人がね、放射性アイソトープ弾というのをね、作って、それで助けようっていうのを考えるんですよね。ゴジラでいうところのオキシジェンデストロイヤーですよね。はい。それで攻撃しようってことで、はい。最後、銃にアイソトープ弾を仕込んで、バーンって撃つんですよ。で、そのね、撃たれた時に、すごい苦しみの雄たけびを上げるんですよ、この怪獣がね。
それでもやっぱり街を襲ってしまったんで、これやっつけるしかなかったっていうことなんですよね。はい。この怪獣映画、面白いです、本当に。このレイ・ハリーハウゼンっていう方はね、後にね、もう、シンドバッドシリーズやらね、ストップモーションでね、後にいろんな作品を生み出すんですけど、日本でいう円谷英二さんのような存在ですね、レイ・ハリーハウゼンっていう方はね、アメリカの特撮の神様ですね。ストップモーションのね、ヌルヌルした感じっていうのをね、ぜひね、味わってほしいですね。ヌルヌル動くんですよ、怪獣が。はい。そこがまた魅力的ですよね。すごいんですよ。あとね、これはね、メルカリで僕買ったんですけど、450円送料込みで買いました。ポイントも300ポイント使ったんで、実質150円で手に入れられました。はい、安いでしょ？ね、ワーナーホームビデオから出てるね、The Beast from 20,000 Phasmas。この原始怪獣現る。ぜひ、見てください。このストップモーション。とにかくストップモーションでね、このね、描くね、怪獣の世界。着ぐるみでは表現しきれない部分があります。このね、リアル。リアルさで言ったらゴジラの方があるんだけども、ストップモーション技術のね、ほんと古典的な作品なんで、ストップモーションをやっている方なら、もうこれはぜひ見ていただきたいなと思います。原始怪獣現る、この映画の感想動画でした。というわけで次回もまた見てくださいね。グッバイ。こんにちは、チャクチャンネルです。こんにちは、チャンネル登録してね。こんにちは、タカチャンネルです。こんにちは、コメントも待っています。